グラモフォンはロンドンにおいて発行されているクラシック音楽、特に商業音源に関する月刊誌。コンプトン・マッケンジーによって1923年に創刊された。1999年からはヘイマーケットメディアグループの参加に入り、2013年からはマーク・アレングループへと移っている。グラモフォン氏は毎年グラモフォンアワードを主催して、 分野ごとの最優秀録音を選出、表彰している。グラモンフォン氏のウェブサイトには、ザ・ワールズ・オーソリティ・オン・クラシカル・ミュージック・シンス a 九 m u 1 9 2 3であると書かれている。この標語は、雑誌の各号の表紙にも掲げられていたが、近年では言い回しを変更して、ザ・ワールズ・ベスト・クラシカル・ミュージック・リベストとしている。毎年のグラムフォンアワードの他にも、毎月1二の録音が、 グラムフォンエディターズチョイスに選出される。その後、クリスマス号において、各評論家が1年を振り返って4つから5つの録音を選び出し、これらがグラムフォンクリティックスチョイスとなる。2012年4月からは、グラムフォンホールオブフェームを催し、その1年に、クラシック録音の分野で大きな貢献を行った芸術家、プロデューサー、技術者、エアンド、アールディレクター、 レーベル創設者などを挙げている。最初の50人は2012年5月号を呼び、グラモンフォン氏のウェブサイトで公開され、毎年殿堂には新たな人物たちが名を連ねていくことになる。2012年後半、グラモンフォン氏は新たなアーカイブサービスの開始を告知した。以前は OCR 形式で生成されたバックナンバーしか読むことができなかったが、現在では大きく改善され、 デジタル購読契約を結ぶと1923年の総幹時からのすべての号を PDF 形式で閲覧することが可能になった。出典。ありがとうございます。